パーンとは沖縄県宮古島市の宮古島で行われる役払いの伝統行事。仮面をつけた来訪神パーンとが集落を回って役を払う。平良島尻と上野野原の2地区で行われているが、両地区で内容は異なっている。1982年に両地区の行事が宮古のパーンととして選択向け民族文化財に選択され、 1993年に宮古島のパーントとして重要無形民族文化財に指定されている。また、2016年には、大方針、仮面、仮想の神々の一つとして、国連教育科学文化機関の無形文化遺産への登録が提案され、審査が先送りされたものの、2017年に再提案されて、2018年11月29日に、 登録が決定している。パーントゥは、お化けや鬼神を意味する。宮古島の歴史について書かれた、宮古島庶民史には、パーンピトゥがまり化した言葉であるという説が、述べられている。島尻のパーントゥ、プナハ島尻では、毎年、旧暦3月末から4月初、旧暦5月末から6月初、旧暦9月吉日の3回、サトプナハが行われ、 パーントゥはこのうち3回目に現れる。このため、3回目のサトゥプナハはパーントゥサトゥプナハ、パーントゥプナハと呼ばれる。保持団体は、島尻自治会。パーントゥは、親パーントゥ、仲パーントゥ、子パーントゥの3体の来訪神で、選ばれた自島尻地区の青年が扮する。パーントゥとなった3人は、幽谷、仮面をつけ、死の木かずらというつる草をまとい、 マリガーと呼ばれる井戸の底に溜まった泥を全身に塗って現れる。マリガーは宮島小学校の東側にあり、かつて産湯に用いられたほか、死者を清める水としても使われたという。パーンとは、元島にあるパッタヌシバラという廃所で5人の水前に祈願し、その後、集落を回って、薬払いをする。薬払いは、 誰かで構わず人や家屋に泥を塗りつけて回るというもので、泥を塗ると悪霊を連れ去るとされている。この、んまり側から採取する泥は強烈な臭気を放ち、塗られたら、数日はその匂いが取れない。数百年前に、島尻地区にあるクバマという海岸に、微老の歯に包まれた黒と赤の仮面が漂着し、村民はこれを雷放神として数形したところ、ある男が仮面を被って、 集落内を駆け回ったことが起源と伝えられている。かつては、集落の厄介者を引きずり回すことも多く行われ、共同体の秩序維持にも一役買っていたとされる。鍵のかかっていない家に、パーンとが勝手に上がり込むことも多く、特に新築の家や事務所には、厄払いとして必ず訪れることになっている。また島にある集落の氏神を祀る聖域、ムトゥでは、 パーントゥが乱入すると、おみきを振る舞うしきたりになっており、その時ばかりは、パーントゥも振る舞われた泡盛りを口にし、一時的におとなしくなる。興味本位でこの行事に参加する観光客による苦情が問題となっている。女性観光客からの服が汚された、抱きつかれたなどで、最近では泥を塗りつけられたことに激怒した男性の観光客がパーントゥを暴行する事件も発生している。 開催中止が検討されたが、2014年現在は、ホームページへの日程掲載や、代々的な宣伝をせず、観光客の退去を防ぐほか、パーンとへの護衛をつけることで対処している。2018年時点では、泥をつけられたくない人は、地区内に立ち入らない胸の注意書きが、島内各所に掲示されるほか、防災放送でも開始、終了のアナウンスを行うなど注意を呼びかけている。 旧暦12月最後の牛の日に行われる役払いである。保持団体は野原ブラック会。地元ではサキパロー、先馬老、先払いとも言う。青年女性と少年のみが参加し、青年男性や少女は参加しない。少年の一人がパーンとの目もつけて、ニーマガーと呼ばれる井戸を出発し、その後に他の少年たち、2列に並んだ婦人たちが続いて、行列する。 少年のうち二名が、ほら貝を吹き、一名が小太鼓を打つ。夫人は、黒継や、千人草で作った草冠を頭にかぶり、草体を腰に巻いて、両手に悪霊払いの意味がある、ヤブニッ系の枝を持つ。行列はまず集落の東の大歌木前で礼拝した後、あと、方位方位と唱えながら、集落内を行進して、役払いをする。そして、 集落の南西の端にあるムスルミという場所に到着すると、走行、草帯や小枝を外し、巻き踊りをして行事は終了する。インドネシアやミクロネシアでも似た祭りがあるとされる。ありがとうございます。